前に復讐するために来たんじゃ。モロボシ貴様、こら貴様ら、今は授業中だぞ。男なんて、いろんな男が欲しい。おろとの気をとの佐藤美女、僕いいか。うちの天童お登場、イソロン乱魔最終行の女性業、まさに悲劇、蜜をかぶると、女になっちゃうふざけた体質、あれの稲漬け。なんという味気ない朝食だ。補習授業さえなければ今頃は旅の空のもと、盗んだとて誰はばかることもない谷川の水を汲んでの一杯のカフェ、傷つき疲れた戦士の刈り込みの清息であったものしかに塩鮭に生たらナスのおしんこにインスタント目指せる、そして冷や飯、こう難しい、全員がまあしょっぱい。負けた方がお嫁さんになるのだ。俺は女だ。龍之介様、どうなるか分かってんだろうな。はい、請求書。私の人生には夢も希望もないんだぞ。あなたはこんな運命受け入れるんですか。面白いことは時と場所を選びませんの。世界中の女は俺のもんじゃ。ラムってこんなに可愛かったのか。うちの天童お登場、イソロランマ最修行の主戦場、まさに悲劇、蜜をかぶると、一生かけても言わせてみせるっちゃ。茜の稲漬、今はの際にギャル、茜の稲漬。モロボシ貴様、こら貴様ら、今は授業中だぞ。男なんて、いろんな男が欲しい。おろとの気をとの佐藤美女、僕いいか。